女性ホルモンケアで明日をいい日に ABC ラジオ大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業部プレゼンツ私体上手に優しく付き合える毎日を番組パーソナリティの馬場ノリコですこれからお送りするのは専門家の方をゲストに迎えて高年期の体と心についてお話を伺うスペシャルプログラム女性の健康や高年期について語ろうです今回のテーマは ウィメンズセルフケアです。スタジオには前回に引き続き、一般財団法人京都工場保健会女性医学研究センター長で産婦人科専門医長谷川洋子さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。うん、よろしくお願いいたします。えー、前回はね、あの一生分の女性ホルモンどれだけ少ないかとか。まあ、それによる影響とか、絶妙なバランスで成り立っているもの。だからこそ、崩れやすくて大変なんだよっていうお話伺いましたけど。 そんな更年期を前向きに過ごすためのウィメンズセルフケアというテーマですね今回あの女性ホルモンを、まあ、整えるのが大事ということですけどどうしたらいいんでしょうか ありがとうございます。ストレスですとか、はい、こう不規則な生活っていうのが続いてしまいますと、うん、更年期と同じようにこう自律神経のバランスっていうのが乱れてしまいますので、うんうん、症状がこう重くなる可能性が出てきてしまいます。何も更年期の女性だけじゃなくて、えー、やっぱりそのバランスっていうのは大事なわけですね、えー。おっしゃる通りです。うん、ですので、こう基本的な日常生活をこう見直すということが非常に大切にもなりますし、うんはい、こう日々受けるストレスというものを減らすことで。 心身へのダメージを最小限にすることがとっても大事になります、うん、そのために大事なのがセルフケアということですねはいその通りですで、ぜひおすすめのセルフケアっていうものが6つあります、はいはい、1>, 1つ目が適正体重を維持すること 2>,、うん、2つ目がバランスの良い食事をとること、うん、3つ目が定期的な運動をすること、うん、で、4つ目がリラクゼーションすること、うん、で、5つ目が質の良い睡眠をとること そして、六つ目は、禁煙をすることです。あなるほど、まああの、睡眠、運動、食事が大事っていうのは、本当によく聞きます。でもあの、適正体重を維持っていうのも、結構大事なんですね。うん、そうなんです。こう肥満ですとか、痩せっていうのは、うん、女性ホルモンのバランスが崩れやすいっていうことが分かってきています。<ー>それでこう、排卵障害のリスクも高まるとされていますので、うん、非常にあの要注意な状態になります。うん でこう極端なこう、はい、ダイエットですとか、うん、急激な体重変化というものも生理不順ですとか、うん、無月経の原因になってしまいます。 それは確かによく聞きますね。若い子とかもね、うん、気をつけないといけない、えー、そうなんです。うでもこう特にこう、うん、若い女性っていうのは約20%の方が痩せているというデータもありますので、将来的な不妊であったり、あと赤ちゃんの生まれた時の体重が2500グラム未満の低出生体重児 っていうリスクが高くなることも分かってきています。うん、そうなん、ね、どうしても若い女性綺麗で細くいたいっていう人も少なくないだろうけど。えー、いわゆる健康っていうのは、必ずしもそうじゃないっていうことですね。おっしゃる通りです。 でこう自分が適正体重かどうかっていうのは、はい、なかなかこう分かりにくい部分もあるかもしれませんが、うん、それを知るための方法に BMI というものがあります、うん、体重割る身長の2乗という、うん、あの計算で導き出すことができるんですけれども、はい、この BMI が18.5未満だと痩せで25以上だと肥満となります。 でこの健康診断とかを受けますと、はい、大抵こう体重の。横とかに B. M. I. も記載されていますので。ぜひこの検診の結果というのも確認していただくことも大事かなというふうに思っています。はい、なんか健康診断とかの判定で A. B. C. とかっていうのも。えー、この B. M. I. が。あのちゃんとしてないと。そう,そうです。なんか。B. とか C. とかに。えー、なってますよね。なります,なりますこれ先生ずっと。 子供の時から割と痩せ気味とか、割とぽっちゃり気味で。変化がないって人でも、やっぱり気をつけた方がいいんですか。ええー、気をつけた方がいいと思います。そうなるほど、やっぱこの数値を基準にするものが大事なんですね。えーえー、まあ、六つ大事なことがあるっていう中で、今適正体重について伺いましたけど。例えば、食事は。 どんなものを取り入れるのが大事ですか。はい、ありがとうございます。あの大豆製品を取り入れるということも非常に重要な点かと思います。はい。で、もう一つ、あのエクオールっていう、うん、あの成分。も、あの取り入れていくといいのかなというふうに思っています。うんうん、で、このエクオールなんですけれども、はいうん、大豆イソフラボンの代謝物で。 女性ホルモンとこう似た働きというのを持っていますので、うん、植物性のエストロゲンというふうにも言われています心強い成分です,うですね <laughs> でこう女性ホルモンと構造的に似ていて、うん、女性ホルモンのような働きをあのするということが知られています、うん、でこの,あの大豆イソフラボンから腸内細菌によって代謝されて生み出される成分がエクオールなんですけれども、うん、この大豆イソフラボンは大豆の他に 豆腐ですとか納豆とかこう大豆を原料とする食品のほとんどに含まれています。え、まあ積極的に取り入れてて。でもあの一日に食べる量としてはそんなに無理がない量ですよね。そうですね。あの一日あたりエコール10ミリグラムの摂取が目安というふうに言われています。で、これ意外とその一日あたりの摂取量っていうのも無理がない量ですよね。うんうん、あ、そうですね。あのだいたい50ミリグラムの 大豆イソフラボンが必要というふうに言われておりまして。はいうん、豆腐であれば三分の二兆。うん、で納豆であれば一パック。うん、豆乳であればコップ一杯が必要な目安量というふうに言われています。はい。 ただ、あの全ての方が町内でこのエクオールっていうものを賛成できるわけではありませんので、うん、個人差がありまして、作れる人と作れない人っていうのがいらっしゃいます。うん、で、このエクオールを作れるのは日本人の2人に1人というふうに言われています。これ私本当にありがたくてラッキーだったんですけど、あの自分が作れるかどうかの？ 検検査査キットでででししままて作れる方だったんすすよおめとうございます、はい、それもあってもうとにかく豆腐せっせと大豆製品食べてるんですけどこれ本当にね腸内でエクオール作れるのかどうかって判別できるのがもう自宅で簡単にできるキットがあってこれ便利ですよね、えー、本当に便利ですね<ー>こう自宅からこう尿を郵送で送りますとどのくらいのエクオールを作れているのかこう簡単に調べることができています。うん であのもしも腸内でエクオールを作ることができなかったら、まあ他に一つの選択肢としてになりますけれども、うん、サプリメントででエクオールを直接摂取すするということもできま私自身はこの検査キットであのチェックをしたわけではないんですけれども、はい、あのたとえエクオールを作れたとしても食生活にあのしっかりとこう大豆製品を取り入れてるかというと、うん、なかなか日々の生活の中で取り入れられてないなという形でうこう自信がありませんので、はい、あのサプリメントで エクオールを取るようにしています先生もそういう意味でこうサプリメントでででしししっっかりと摂取していらっしゃるんんすすねあそうなんですあのコロナ禍の時って常にマスクで顔を覆っていたので、うん、全然なかなかこう気付かなかったんですけども、はい、ある日あの洗面所でこう手を洗いながらふとこう目の前の鏡を見た時にあれこんな顔だったかなっていうのはすごく気になりましてほうれい線とかあれ目こんなにくぼんでたかな <laughs> とかあのすごくこう衝撃を受けてました。はい、で最初は これ肌があの老化してきたのかなというふうに思っていたんですけれどもあのよくよく調べますと顔の骨が萎縮してしまうのでこの表面の皮膚がたるむっていうような事実を知りましてもう慌てて対策を取り始めたんですこのエクオールっていうのはホットフラッシュなどの更の年期症状だけではなく骨密度の減少もあの抑える効果っていうのも期待できると知りましたので今はの今は。 あの飲み忘れのないように定期購入をいたしまして、はいうん、毎日エクオールを摂取しています。あの大事なこと六つあるうちの一つにあのリラクゼーション、まあ、つまりストレスケア、えー、これも大事なんですね。あであの私が今一番大事にしているのは睡眠時間をしっかりと確保することでやっています。は,はい。 でも、どんなに忙しくても、うん、まあ、なるべくにはなるんですが、うん、睡眠時間は七時間取るようにしています。うんうん、で、もう七時間取るようにして、まあ、残りの時間でできることだけやって。うん、もうできないことは、もう今日は仕方ないというふうに割り切って、次の日に回すようにしています。メリハリというか。そうですね。何より睡眠を大事にされていると。重要視しています。で、もう一つ、あの、リフレッシュの時間も、あの、毎日設けるようにしています。うん、はい。 であのー、私はあのー、お酒を飲むのが大好きなんですけれども、はい、仕事が終わってこう家で野球を見ながらこうビールを飲む時間っていうのが <laughs> あのすごく最高で大好きなんです最高ですねもう仕事のこと絶対忘れますね <laughs> そうなんです。 あの今高年期の症状で不調を感じている方とかとこれから高年期を迎えることでちょっと不安を抱えている皆さんもいるかと思いますメッセージお願いしますはいあの高年期っていうのは仕事ですとかこうプライベートなどもういろんなこう環境の変化っていうのも多くてただでさえ非常にこう 大変な時期なのに、体調の変化っていうのも、こう上にこう重なってきてしまう時期かなと思っています。で、あの女性の皆さんすごくこう。我慢強かったり、誰かのためにという風にあの頑張りすぎる方が多いのではないかなと思いますが、それでこう疲れてしまっている方も多いのではないでしょうか。 あのこれからもこう長く続いていく人生でまあ自分が自分らしく過ごしていけるようにこういう時期なんだという形で少しこうペースを落としてまずはこうぜひ自分を大切にに過ごしてみててみいいいたただけたらなというふうに思っていますうん、うん、でもう一つ是非お伝えしたいことなんですけれども女性がこう元気で過ごせるようにするにはあの男性のサポートっていうのも非常に重要だなというふうに思っています。 で特に今あの働く女性というのも増えていますので、うん、一緒に働く仲間のためですとか、うん、あとはそしてあの人生を一緒に歩むパートナーですとか、うん、家族のためにもぜひあのこの番組を通して、うん、男性の方も女性の健康についての知識を持っていただけると嬉しいです女性同士でも個人差があるものを、えー、また、ね、あの異性である男性がというのは難しいかもしれないけど、うん、話し合って理解し合って。 支え合ってくって大事ですよね、えー、とても大事なことだと思います <laughs> ありがとうございます一般財団法人京都工場保健会女性医学研究センター長で産婦人科専門医長谷川陽子さんに2週にわたってお伺いしましたありがとうございましたありがとうございましたお送りしてきました女性の健康や更年期について語ろうこの番組は専門家の方をゲストに迎えて更年期の体と心についてお話を伺うスペシャルプログラムです 大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業部プレゼンツ私体上手に優しく付き合える毎日をのラジオ放送の中でもご紹介していますお相手はババノリコでした次回もお楽しみに